京大入口岡田神社は、兵庫県西宮市小松南町にある神社。式内社論社で、旧社格は、剣社。成尾地域では、最古の神社と言われる。社殿に、歌天皇官兵五年向こう軍広田の人を勝つかさ、新御氏がこの地を開発して浜村と称し、縁起元年広田明神を祭り五国宝城を得たという。お菓子の宮という意象があるが、 この由来としてはいくつかの説がある。社伝毎年10月11日には南北の甲である東屋が男女の人型である御手蔵を作り、新鮮と共に奉納される。かつては東屋から神社まで奉納行列が行われていたが、新住民の流入でコミュニティが希薄化し、さらには阪神・淡路大震災がとどめを刺した形となり、 平成9年を最後に奉納行列は行われなくなった。江戸時代には、その年に小松へと継いだ女性の衣装を男が着て、供物を奉納する形で行われていたというが、これに付随して岩見重太郎がヒ々を退治したとする伝説が残っている。陰暦正月9日に行われていた。この日は、西宮神社の昼ル神が静止を打つ日であり、それを避けるために、 東学寺へ逃れたイノシシを迎えに行く祭礼であった。後に途絶しているが、神社の境内には、現在もイノシシの像が鎮座している。ありがとうございます。